の最近寝るときに慣れてきて、なんか寝てるとそのなんか寝て起きたりとかするとなんかね、手間にゃんがね、手間にゃんが枕元にいたりとかするので、スバルすごい眠たいから手間にゃんお前も中に入るかと思ってさ、こうちょっと脇をさ上げてさ、そしたらさ、手間にゃんがさ、手間にゃんがさ、スバルのさ布団の中にさ入ってきてくれてさ、可愛くない？スバルさ、手間にゃんと一緒にさ寝たんだよ。これはね、これはね、ちょっと猫と和解しちまったかもしれん。そう、手間にゃんがね、こうスーって入ってきて、で、なんかこっちチラッと見て、で、なんか寝た。で、うーってなった。うーってなった、スバルは。手間にゃん、懐かれてるでしょ、猫と和解した。タイガはね、あいつは敵だからダメなんだよ。テマニャンはスバルのことを味方だと思ってくれるけど、タイガはあいつスバルのことを敵だと思って襲いかかってくるから、ちょっとタイガとはまだ和解できてない。タイガ絶対さ、いやタイガマジでヤバくて、なんかスバルさ見つけるとさ、なんか親の仇みたいなさ勢いで襲いかかってくるからさ、本当にさ、本当にダメなんだよマジで。タイガ怖くね、めちゃめちゃ怖いんだけど。タイガー、タイガーはね敵です。あいつはね、アヒルを狩ろうとするね猫の顔してるよ。スバルにはわかる。テマニャンはもう同じ猫として親愛の表情を浮かべてくれているけど、もうねタイガーはね、もうアヒル捕食動物だと思ってね、もうめっちゃ見てるからね。いや、そうなんです。タイガーと和解せよ。なんでだよ無理だよ、あいつ今日も野生だもん、野生、あいつもうね野生なんだもん、だって絶対無理だよ。はい、ということで、はい、 Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.